10月下旬、カリフォルニア州のエドワーズ空軍基地の上空を2機のステルスドローン無人機が飛行しました。この2機のジェネラルアトミックス射精 MQ-20 アベンジャーステルスドローンの試験飛行によって、米空軍の忠実な領機、パートナー機がより洗練された頭脳を持つようになり、様々な種類の航空機団と連携できることが示され、試作品の段階を脱しつつあることが明らかになりました。 空軍は自立型ドローンスカイボーグの頭脳にあたる自立コアシステム ACS を様々な無人航空機にも搭載したいと考えています ACS が目指すのは武装したドローンを自律的に任務に導き激しい戦闘を可能にする上で人間の介在を最小限に抑えることですこうしたドローンが有人戦闘機のロボット領域として飛行することで人間のパイロットへの負担は軽減します 空軍のトリンブルチームは10月26日にカリフォルニア州の上空でジェネラルアトミックス社の MQ-20 アベンジャーステルスドローン2機を数時間飛行させました。うち1機は翼長66フィートでアオン速のジェットエンジンを搭載したステルスドローンの標準モデルです。もう1機は胴体が長く翼幅が76フィートと大きい航続距離延長型です。 すでに多くのアベンジャーが米空軍や政府機関のテストや簡単な初期ミッションで飛行しています。以前スカイボーグのテスト飛行で各機の翼の下側に確認されたレギオンポッドはアベンジャーにも搭載されています。これはステルス性を向上させ、レーダーを使用しない空対空の光線能力を最適化するためにロッキード・マーティン社が設計、製造した赤外線センサーです。 空軍は同機は飛行命令に応答し、指定された空域を飛行したと説明しています。2機とも地上のコマンドコントロールステーションの制御下で飛行しました。アベンジャーはスカイボーグの頭脳を搭載したドローンの中でも最大の機種です。空軍はこのインテリジェントコントロールシステムを XQ58 攻撃ドローンや UTAP22 攻撃ドローンにも搭載してテストを行っています。 空軍は試験の取り組みを拡大し、近い将来、このスカイボーグの頭脳を搭載したドローンを、有人戦闘機と一緒に飛行させる予定で、数年後にはドローンを最前線の部隊に投入したいと考えています。クラトス社の XQ58 ワルキリーとジェネラルアトミックス社の MQ20 ドローンは、有人戦闘機と連携して新しいセンサーの追加や、より多くの兵器の空中戦への投入、 高度な戦闘管理濃度といったミッション能力を拡張するためのコンセプトをテストしています。より高度な自立技術、すなわちロボット頭脳を使用することで旧世代のドローンよりも自立した飛行が可能になります。彼らは非常に複雑なミッションを遂行できる真のパートナードローンとなるでしょう。